湯山地かつての湯山地の位置湯山池は鳥取県にあった池である。江戸時代から昭和にかけて干拓が行われて農地となり池としては現存しない。湯山池は現在の鳥取市福部町湯山地区一帯にあった。北は福部砂丘によって日本海と隔てられており南にはマニさんの山裾が迫っている。浜湯山から西へ峠を越すと大生ずが池がある。 現在は二級河川の潮見川の支流、江川の上流域にあたり、埋め立てによって、海抜4メートル程度の低地になっている。湯山地一帯はかつては、海とつながる家で、地販にあたる地域からは、縄文時代から奈良時代に至るまでの様々な遺跡が見つかっている。中世の記録では石湖になっており、水産物の豊富な池だった。近世に、埋め立てが始まったが、 砂丘の影響で干拓は思うように進まず、完全に埋め立てられて水域が消滅したのは昭和30年代である。塩見川川口付近塩見川の下流一帯は、かつて日本海とつながる入り江だった。伝承では、神宮皇后が鶴ヶから九州征伐に向かう時に、この入り江に寄港したとされている。この入り江は、やがて、福部砂丘の発達によって海と切り離され、 石湖となっていった。稲葉市では海との接続部には水門があったとされている。石湖は西側の上地と東側の勝地という二つの水域に分かれており、上池と下池は小さな川でつながっていた。江戸時代には上池を湯山池、下池を細川地と呼ぶようになっていた。湯山という地名はかつてこの辺りに温泉があったことによるとされている。 この辺りには数多くの遺跡が確認されており、湯屋町の北半からは自家老遺跡という縄文時代から奈良時代にかけての居住跡が確認された。初めて確認されたのは1946年の干拓工事の際で、1990年までに数回の発掘調査が行われた。遺跡からは石器、土器、木器が出土していて、 特に縄文中期の土器の形式は、山陽方面や単語方面とのつながりを示唆するもので、ある。確認された住居跡は、古墳時代中期のものだが、出土遺物から、縄文期にも、定住地だったと推測されている。湯山地の南岸では、大谷山と呼ばれる尾根の先端部にある、湯山神社の脇から古墳が検出されている。これは、国道9号の工事で確認されたもので、 調査時にはすでに損壊しており正確な形状などは不明だが直径13メートル余りの円墳で遺物から5世紀前半のものと推測されている。石棺や遺物出土しており中でも武具人揃いとして見つかった鉄製カブトはヒイラギ派型の切り込みのある特殊な小座根を用いたもので古墳時代の高度な技術を伝える貴重な考古資料とみなされている。この鉄カブとは 小金病とめまびさし付け家ブととして、鳥取県の保護文化財に指定されている。古墳の位置には、鳥取バイパスの福部インターチェンジが設けられており、古墳は現存しない。勝ちにあたる細川地の方面では、東岸のクリアで、クリア遺跡が確認されている。この遺跡は、縄文時代前期から、弥生時代にかけての住居跡と、古墳時代の祭祀跡を伴う、大規模なもので、 1961年に確認されると、山陰地方の重要内積の一つとみなされるようになった。特に1000点を越す、河原家、木器や編み物が出土しており、縄文時代の自然遺物が良好な状態で検出されたものとして貴重である。これらの出土品のうち、木製石子5点を含む河原家、石器、編み物製品等の一括遺物が、鳥取県、 リや遺跡出土品の名称で、国の重要文化財に指定されている。このほか、縦岩山山6の坂谷神社には、未解読の文字が残されており、謎の古代文字とされている。古代の三陰道ルートの2説江戸時代の田島往来の三ルート三陰道は、古代に成立したごきな道の一つである。三陰道は、機内から田島国を経由して、今場国に入り、 さらに西の方帰国、出雲国へと続いていた。しかしその古い経路は山間部を中心に不詳な部分が多く、特に稲葉国東部では明らかになっていない。田島国から加茂峠を越えて稲葉国に入った後、稲葉国の国庁へ至る経路には大まかに二つの説がある。一つは加茂峠から縦横峠を越えて袋川上流に抜け、 袋川沿いに国府を目指すルートで、オウムネイマの県道31号に相当する。もう一つは、加茂峠から加茂川に沿って下り、市長山峠を越え、潮見川支流の矢谷川に沿って、国府を目指すルートである。これはおおよそ現在の国道9号及び県道43号に当たる。校舎の府では、古道が湯山地、細川地の地盤を通っており、細川地区が、 スケジ駅に当たると推定されている。江戸時代になると、稲葉国は、鳥取藩の支配地となった。鳥取城から、田島国へ向かう街道として、田島往来が整備されるようになり、これが湯山を経由していた。田島往来の本筋は、中道通りと呼ばれており、鳥取城から、砂丘地を抜けて田名松が池北岸を通り、浜湯山から湯山地の北岸に沿って、 細川へ通じていた。脇道として、山道通りがあり、マニジを経由して、峠越えにより山湯山に降り、湯山地の南岸を伝って、細川へ至る道だった。このほか海岸沿いを行く、灘通りもあった。中通りや灘通りは砂丘を通るが、すぐに道が砂にうず漏れてしまうため、道中に案内標識が整備されていた。中道通りは、 鳥取バイパスが開通する前の国道9号に、おおむね相当する。現在はバイパスが開通し、中道通りが、県道265号、名田通りが、県道319号に、おおよそ相当するほか、三道通りの一部が、県道224号に相当している。江戸中期の1795年に表された稲氏によれば、湯山池は、周囲が50丁の池だった。 ただしこれに、先だって教法年間からすでに、湯山池や細川地の干拓が始まっている。湯山池では、淡水漁業が行われていた。主な漁獲物は鯉、フナ、ウナギや小エビなどの魚介類のほか、騎士なども産物になった。中でも名物は、晩春の小エビを使用ににした湯山エビで、鳥取城下で売られていた。江戸時代中期から、細川地と、 湯山町の干拓が始まった。江川、矢谷川、塩見川が集まる。この水域は、勾配が極端に小さく、海水が逆流するほどだった。その上冬になると、偏西風に押し戻された砂によって河口が変則しやすく、洪水が絶えない地域だった。京日方年間から、鳥取藩の指導の下で両池の干拓が始められた。指導者の一人に、 鳥取各地で関子の干拓を行った和田徳兵衛がいる。事業の中心になったのは細川池で、完成年間には細川池は一通り埋め立てが終わった。湯山地の周りでも干拓が行われたが、前日の通り湯山池は周囲 5km ほどの水域として残っていた。しかし、ひとまず干拓事業は完成したものの、これらの神殿はすぐに水没してしまった。 砂丘からの飛作によって水路が埋まってしまい、排水不良となるためである。このため数年ごとに排水路を回収する必要があり、これは費用と労力の両面で住民に大きな負担となった。例を挙げると、1818 18年の細川地の水路回収では、延べ8000人以上が借り出されている。翌1819年には、鳥取の公前寺が開発資金を出資して、 湯山地と細川地共同の水路改修が行われた。この工事では、今の潮見川の下流にあたる川口付近が掘り割られ、湯山地の水を一気に抜いて、水路の砂を押し流す手法が取られた。これによって25丁部の神殿が生まれたが、約20年でこれらも再び水没した。とりわけ、湯山まの方面では、砂丘からのヒ砂の影響が大きかった。ヒ砂は、水路や、 田畑ばかりでなく、山林や家屋までも飲み込むほどの勢いがあり、住民はその対策だけで疲弊し、村は貧困のままだった。その頃起きた天保の大飢饉によって、1830年代から1840年代の鳥取藩でも大きな被害を出した。このため、鳥取藩では湯屋町の観宅事業に乗り出すことになった。この藩館藩民の事業に取り組んだのが、 安藤二平屋宿員六平太である。義発は浜、湯山の庄屋の出で、1845年から、鳥取藩の初期に仕えていた。義発は、水路が埋まる原因である被災そのものを止める必要があると考え、庄屋である父を解き伏せて出資させ、砂丘地への植林を行って、砂防林とする取り組みを1857に始めた。 これと同時に干拓を進める工事も企てられた。これに利用されたのが、湯屋町の西にあった棚松が池である。当時、峠によって隔てられている湯屋町と棚松が池は、水位が同じであると考えられていた。義発は自ら、宿院式測量器を考案。これによって離れた場所にある領域の測量を行い、棚松が池の方が、湯屋町よりも五畳七寸7分。 水面が高いことを発見した。技発は、峠をうがつトンネルを掘って棚松が池と湯山池をつなぐ水路を作り、落差を利用した棚松が池からの水流で砂を押し流し、湯山池を砂で埋め立てて干拓するプランを立てた。トンネルは棚松が池の水面下3.6メートルの水準で、幅、高さともに1軒、全長212軒という設計になっていて、 このトンネルを含めて全長約1200メートルの暗渠水路が造営されることになった。義髪らはトンネル工事のため田島国の幾の銀山へ行って交付を雇い入れた。工事は1859年に始まりトンネルは1年余りをかけて完成した。その後も工事が続けられ、1862年には水路の総延長が1600件余りに及んだ。 当初の目論見みでは40兆部の神殿が得られるはずだったが、この時点で完成したのは約半分の20兆部だった。一連の工事の総工費は2200両余りにもなった。しかし、こうして完成した神殿も間もなく地盤沈下が始まって、再び小宅地へと戻っていった。宿院議発らによる埋め立て事業は、 明治時代に入っても続けられ、1870年から1871年にかけて総面積50長部の電磁が作られた。これらの新田周りには、岡見神殿や長市といった地名が残されている。義発は、砂丘地への植林も続けながら、植産工業の施策として、砂丘地での桑の栽培と養産事業を起こした。義発やその下で、 干拓事業に関わった浜、湯山の村民たちは、測量技術、土木技術の実績を買われ、技師として明治新政府に雇い入れられた。1874年からは全国を回り、田島、越前、大見、琉球などの測量を手掛けた。晩年の技発は、官営事業のため北海道に渡って開拓の指揮を行うとともに、事業を起こした。 1891年に北海道から鳥取へ帰郷する途中に山形で病死した。1871年の干拓事業では50ヘクタールが埋め立てられたことになっており、これは湯山地のほぼ全域に相当する。しかし実際にはその後も干拓地の水没が繰り返された。明治時代から大正時代にかけての旧陸地測量部による地図、細川では、 元々の面積の約4分の1ほどの水域として、湯山地の姿が描かれている。干拓はその後も繰り返され、1925年から1926年、1932年、1952年にも行われた。太平洋戦争後にアメリカ軍が撮影した航空写真には湯山地の様子が残されている。 池は1957年から1958年にかけての干拓事業で完全に姿を消した。儀発が築いた棚松が池からの水路は今も灌漑用水路として使われており、これが棚松が池から流出する唯一の水流となっている。ありがとうございます。